土木技術者を中心に集められた緊急災害対策派遣隊通称テックフォース近畿地方整備局によりますと今月1日に起きた能登半島地震では道路がひび割れたり崩れたりしているほか土砂崩れが起きている箇所が多数あるものの被災した地元の自治体では被害の把握が間に合っていないといいます。孤立集落の一刻も早い解消 被災地の復興につなげられるよう、的確な調査となるよう全力を挙げてまいります。大阪から出発する合わせて44人は、被災した自治体と連携して被害の実態を把握することにしています。